ウォルポールは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。1723年から1742年までは、ウォルポール男爵の爵位を称号として使用し、1742年から1745年までは、ウォルポール死爵の儀礼称号を使用した。ハウトンホールイギリス首相、サーロバート・ウォルポールと一人目の妻キャサリン・ショーターの長男として生まれ、 1723年6月1日に、ウォルポールのウォルポール男爵に除された。1724年、マーガレット・ロールと結婚、一難を設けた。二人の関係は悪く、やがて別居するようになり、ウォルポールは1736年には、ハンナ・ローサという愛人ができた。1721年4月5日にクラーク・オブ・ザ・ペルズに、1725年7月21日に、 リッチモンド公園管理人に任命された。同1725年、バス勲ン賞を授与された。1733年にはに任命された。1739年5月9日、クラーク・オブ・ザ・ペルズを辞任する代償として、国庫監査長官に任命された。1745年に、父が死去するとオーフォード伯爵の爵位を継承した。しかし、 6年後の1751年3月31日には自身が死去、息子ジョージが借位を継承した。死去時点では債務を抱えていたという、ありがとうございます。